いただきます。佐久大学の上原と申します。よろしくお願いいたします。今日は、6月20日に佐久総合病院本院で行われる第30回日本国際保健医療学会東日本地方会のプレイベントとして企画させていただきました。で今日の、講師の先生は佐久総合病院診療部長北澤先生、佐久保町地域健康づくり委員会長篠原先生、佐久総合病院すいません篠原さん、健康管理部長前島先生のお三方で、させていただきたいと思います。では、このプレイベントの企画である国際保健医療科の加藤から一言よろしくお願いします。皆さんこんばんは。お忙しいところご足労いただきありがとうございます。本日は、第30回日本国際保健医療学会の東日本地方会というのが、今年の6月20日に、当院と、佐久大学さんと JICA の駒金と、共催でですね、開催するんですけれども、この場所で開催するんですけれども、それのプレイベントとして、昨年におけるプライマリーヘルスケアと対してですね、企画をさせていただきました。なぜこの企画をさせていただいたかというお話の前に、この地方会はですね、今回これからのプライマリーヘルスケアということで、プライマリーヘルスケアというものを、基軸に地方会を展開してくるんですけども、これを選んだ理由ということをお話しさせていただいた方がいいかなと思うんですが、そもそも、プライマリーヘルスケアの活動というのは、戦後間もなく若狭先生が佐久病院にいらしてから、地域住民の方たちと一緒にやってきた、そのものがやはりプライマリーヘルスケアの原点であって、そういったものもアルマータ宣言、1978年のアルマータ宣言に反映されているというふうに我々は聞いております。でそういったプライマリーヘルスケア、地域住民の方たちとともに歩む我々の姿勢というのが、これからのいろんな保健医療課題においてもですね、やはり大切なんじゃないかと、日本だけにおいてだけではなく、世界的にもいろんな保健課題が、これからまた直面していくことになると思うんですけれども、そうした状況の中はやはり原理原則に基づく取り組みが必要なんじゃないかという思いで、こういったテーマを設定させていただきました。で、その中でですね、治療会の中では災害だとか多文化共生だとか高齢化社会、そういったテーマを取り扱っていくんですけれども、その前にもう一度企画する我々と、そして主催する佐久病院とプライマリーヘルスケアを見直してみた方がいいんじゃないかという思いで、このプレイイベントを企画しております。なのでまず世界に発信する前に足元を見直そうよと、そういう思いで、今日は、まさに、若狭先生の最後の主治医をされた北田先生をはじめ、現在も衛生指導員の後継である健康づくり委員の会長をされている篠原さん、そして、その、健康づくり委員の活動を支えてらっしゃる前島先生をお呼びして、このイベントを企画しております。ですので、まずはこの機会を通じてですね、我々も学ばせていただきたいと思いますし、皆さんにももう一度昨のプライマリーヘルスケアとは何だったのか、そして今現状どうなのかということを一緒に考える機会になればなというふうに思っています。大体1時間ぐらい予定していますけれども、ぜひ活発な議論を、していければなと思ってますので、各プレゼンテーターの、発表の後にはぜひ皆さん活発にご質問いただければなと思いますし、質問だけじゃなくてぜひ皆さんの意見、昨年のプライマリーヘルスケアはこうじゃないかというような意見を、お寄せいただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速発表をお願いしたいと思います。お一人目、佐久保町地域健康づくり委員会長篠原博之さん、お願いいたします。
はい、皆さん、こんばんは。私は平成13年の3月から、現在の佐古町で地域健康職員を14年間務めさせていただきました。皆さんは地域健康職員といってもどんな団体なのか、またどんな活動をしているのか、よくわからないと思いますので、歴史を追いながら、説明していきたいと思います。何分にも、こういう場がね、船なんかね、聞き苦しい点多々あると思いますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。まずは、町の概要ですが、佐合町は長野県の東南部、南佐久の北部に位置し、北は佐久市、南は甲府町に接し、東は群馬県の南牧村と上野村、西は八戸市に接する水と緑に恵まれた自然豊かな町です。平成26年7月1日の人口は12,015人、世帯数は4,325世帯、高齢化率 31.9% で依然高齢化が進んでいます。それでは地域健康づくり委員会について説明したいと思います。地域健康づくり委員とは、旧ダチョウ村の衛生指導員を前身とする男性だけの組織です。各地区から推薦され、平成26年度は22名が任期2年で町長の職を受けました。自分の健康は自分たちで作る。グローバルに地域保健活動の向上と健康づくり推進のため活動してきました。主な活動は月1回の定例会の中で予防や治療など病気についての勉強会の実施、これは作り員自身の健康知識の向上を図っています。春と夏の健康管理行動会議、保健推進員との地域健康学習会、これを努力会と呼んでいます。福祉と健康の集い、集団健康検診と、結果報告会の手伝い、自殺研修と各会議、イベント、放置作業など、さまざまな活動をしています。保健推進員と地域で健康について学習した内容は、町全体に広げるために福祉と健康の集いで発表を行います。次に健康づくりの前身であります衛生指導員の発足について触れたいと思います。昭和30年、当時は衛生環境状態があまり良くなく、赤痢、寄生虫などが蔓延していました。そこで県の指示で環境衛生指導員を置くことになりました。八千穂村では8人でスタートしたそうです。昭和34年、国民健康保険の改正に伴い医療費5割の窓口徴収制度が実施されることになりました。これでは現金がなければ医者にかかれないということで、当時の出井清村長は、農村では現金収入が少なく、今までも少しぐらい具合が悪くても我慢しているのに、これではますます病気を重くしてしまうと、この制度に大反対し、県庁へ何度も足を運び、辞めるように要求したそうです。しかし、国で決まった法律だからと、要求は通りませんでした。そんな時、佐久病院の若月委員長から全村健康管理をやってみてはどうかと話が持ち上がり、全村長は裏を上げて取り組むことにしました。早期発見、早期治療、予防は治療より大切。昭和34年、健康手帳と健康台帳による全村健康管理事業がここに始まりました。環境衛生指導員は頭の環境を取り、野鳥村衛生指導員として8人で新たに、スタートをすることになりました。
当時の健康健診は主に各地区の公民館で実施され、担当地区の指導員さんは一人でも多くの住民に受診してもらうために自ら家に出向き、歩けないお年寄りをおぶったりリヤカーに乗せて健診会場まで連れてきたそうです。現在の健診会場は拉致保護センターと婦人研修センターの2会場で実施され、さすがに、本部やリヤカーはありませんが、自分の担当地区の検診日には手伝いをさせてもらっています。こんな顔でも、地区の皆さんは見られた顔を見るとニコニコしてくれます。これが当時のリヤカーでの送迎の様子です。この頃はまだ女性はまだ着物だったっていうことですよね。で当時の検診会場の様子です。こんな感じで。続きまして健康祭りの取り組みについてですが、第1回の健康祭りは昭和59年に開催されました。それまでは健康大会と題し、講演会が中心で、何かモヤモヤしていたものを持っていた衛生指導員300があるとき焼き鳥屋の2階で飲んでいて、いつの間にかその話になり、早速病院の野鳥地区担当の職員を呼び相談をかけました。病院の担当職員にも思いがあったらしく、いろんなアイデアを出してくれたそうです。毎年来る人が同じではなく、衛生指導員が自分たちも何か主役になれるような役割を果たし、各種団体が寺の現状を出し合い、健康問題をみんなで考え合いたいという思いで、衛生指導員から実行委員会方式の健康祭りの提案を役割を行い実現しました。現在では福祉と健康の集いとして継続され、今では町の40以上のあらゆる組織が参加して実行委員として取り組み、毎年盛大に行われています。現在の祭りの様子です。次に演劇の取り組みについてですが、昭和60年に行われた第2回健康祭りがきっかけのようです。祭りの中に何か目玉になるようなことはないか、そんな試案中に誰かが寸劇でもやったらとポツンと言ったそうです。それはいいということで決まったんですが、ここからがさあ大変。衛生指導員たちは演劇などをやったことがありません。テーマ、役者、プロンプター、照明機材や舞台セットなどいろんな問題がありましたが、作病院、役場、それぞれの協力で初めて演劇には導入されることになりました。その頃、胃がん検診の受診率が上がらないことから、当時の高見沢会長が脚本を書き、テーマは観光親父の胃がん施設検診に決まりました。約20日間の練習の末、本番当日を迎えました。これがその当時の様子ですね。演劇終了時には割れんばかりの拍手で、初めての演劇は大好評のうちに幕を閉じました。そして演劇の効果で胃がん検診の受診率も少しずつ下がっていったそうです。昭和60年の初めての演劇から現在の演劇は続いています。昨年でちょうど30回目の上演でした。上沢さんは現在も脚本、演出、監督を一人で担当していますが、心がけていることは、家庭内や地域で当たり前に起こっている生活の中での問題を大切にし取材してみんなで考えるきっかけにしたいということです。私も演劇には毎年関わり、役者も幾度となくやらせていただきました。衛生指導員になる前は健康には全く興味がなく、暴飲暴食、タバコは当たり前だったんですが、少しずつ学習を重ね、平成19年の健康
天候祭りの前に行きで、タバコで主役を演じさせていただき、ついに30年過ぎたタバコと決別することができました。これも演劇のお金ですね。演劇活動の成果としましては、今起きているさまざまな問題を演劇を通して住民に訴えられることと、理屈ではなく心からの共感を持って理解してもらえることです。これ私で紫のこの可愛い渡さんです。また衛生指導員や役場職員、動員の担当者が長期の練習で、苦労する結果として、お互いの仲間意識が格段に高まります。その結果、その後の活動がやりやすくなることです。つまり、仲間作りの大きな手段です。地域健康学習会、ブロック会と呼んでいるんですが、